4月、作画開始から約3ヶ月、現場は本格的な作業に突入しました。レイアウト作業を終えたカットから順次原画として仕上げていく段階に入ります。吉成監督は上がった原画をチェックする作間修正の作業中、監督が作画監督を兼任しているため約700カットのクオリティ管理はほとんど吉成監督が一人で担っているのです。こちらはアニメーターが描いたラフ原画。ここに吉成監督が修正を入れていきます。一体どのように修正が入ったのか、この一枚の作業を早送りで見てみましょう。アニメーターのラフ原画の上にピンク色の薄紙を乗せ、元の絵を透かしながら鉛筆で修正していきます。アッコが飛んでくるトマトをかわそうとして一瞬よろめくポーズ。一つ手前の絵と見比べながら線を入れていきます。パラパラとめくって動きをチェック。絵だけでなくタイムシートに書かれたタイミングの数字も修正します。ここまでの作業わずか3分間、驚異的なスピードです。最後に髪の毛の動きに手を入れて終了です。こちらが完成した吉成監督の修正。動きがどう変わったのかムービーにして比較してみましょう。ピンク色の髪が監督の修正です。修正が入ったのは主に後半の動きです。こうして見比べてみる限りアクションの内容自体に変更はなさそうです。次は線を重ねて後半だけ見てみます。赤い線が吉成監督です。注目は手足、胴体の動きに対して少し遅れてついてきているのがわかるでしょうか。一枚ずつ順番に見ていきましょう。アッコがよろけて倒れる瞬間、足の先の形が修正されています。髪の毛にも修正。元の黒い線と比べると体全体も自然で滑らかなポーズになっています。次は腕のフォルム。黒い線はまっすぐ前に伸びきっているのに対し、赤い線は伸びきる直前の瞬間を描いています。最後は頭です。重力に引っ張られるように頭が後ろ方向に傾いています。胴体は起き上がっていますが頭だけが取り残されている状態です。もう一度アニメーターが描いたラフ原画を見てみましょう。動きが固く重心移動がうまくいっていないようです。そしてこちらが吉成監督の修正をもとに描かれた原画です。元の絵に比べるとより伸びやかにスムーズな動きになっています。まず先に胴体が動き、手足や髪の毛などの先端部分は後から遅れてついてきています。こうした遅れをかき分けることをアニメーション用語で残しと言います。残しを入れることによって体の力の伝わり具合や人間らしい柔軟性が表現できるのです。このカットの担当は新人アニメーターの五十嵐さんです。結構たくさん修正入りました。
はい、全体の動きがもっと、うん、いい感じにつながるように直って帰ってきたという感じなんですよ、うん、何をどうことで話してよいやら、何にせよ出力がうまくいってない感じしますね。この何か喋るにしても何か書くのと密接に関係している気がする。いや、正直俺は今何を言ってるんでしょう。全然わからないです。すいません。2015年5月作画の締め切りまで残り1ヶ月、予定していたスケジュールから約2週間の遅れが出ていました。堤プロデューサーの表情にも焦りの色が浮かびます。遅れの要因の一つが吉成監督のこだわり。堤さんは監督の横に張り付いて作間修正の作業を追い立てます。プロデューサーとしてはスケジュールが最優先。これ以上の締め切り延長は許されない状況です。今一番やばいのは、普通やっぱ作画がやばいですかね。やっぱ原画になってないのがまずいんで、早いところレイアウト抜けないと、そのぐらい遅れ、もう一番最初の工程が結構遅れてるというか、ここからちょっと巻き上げていくかないとなという感じですかね。この時期一番多くのカットを抱えていたのは、ダンスやパレードのシーンを担当した金子優斗さん。金子さんの担当カットは負担の重いシーンばかり。その多くがまだレイアウトの段階でした。悩んでいたのはパレードのオープニング。魔法の花火の中から幻の動物たちが飛び出すカット。ただでさえ難しい動物の動き、それを魔法らしく花火らしく見せるのはかなりの難関です。伝道さんはこの数日で大幅にペースダウンしていました。キャラクターの設定資料を何度も確認しながら落ち着かない様子。どうやらキャラクターの顔が描けなくなってしまったようです。顔が描けない。いや、もうしっくりこない。全然しっくりこない。改めて見返したら全然似てなくて。どうしようかなって。もっとよく見てバランスとか比率とかちゃんと合わせていけば似るんでしょうけど、
そんな時間今更ないっていう。いやこれは暗い、やばいやばいな。まあ気の持ちようかなと思うんですけどね、よくわかんないものも追っかけてる感があるんで、それはもう絵描く人特有のものかなと思いますけど、そういうことを言い出したら多分吉野くなって強くなって100%満足して絵描いたことないと思うんで、もうちょっと良くなるかなみたいなことをずっと思って描いてると思うんですけど、何万回も線を引いてっていう、それがいいか悪いか何がダメなのかとか考えながらずっとやってると思うんで、最終的にはそのそれ繰り返していくことが苦になるかどうかだと思うんですよね。辛いなとか思ってやってたら、その続けられないし、それをでもじゃあどう受け止めるかとかいうのは最終的には本人次第かなと思いますけどね。5月29日作画作業の締め切り前、最後の夜。今夜が最終のデッドライン。制作チームもフル回転。社外で作業をしているアニメーターたちと連絡を取り、未完成カットの確認を取っていきます。はい。全員聞きましたらまたお聞かせでもいただけるとありがたいですし、失礼しました。作画チームはベテランアニメーターたちも総動員。キルラキルの今石監督や寿司尾さんもヘルプに加わりました。こちらの平松さんは吉成さんや今石さんの大先輩。ガイナクス時代に共に机を並べた中、この数日間だけ特別に駆けつけてくれました。無心になって紙に向かうアニメーターたち、もはや悩んでる暇などありません。上がったカットはすかさず吉成監督のもとへ。仕上がりをチェックし、時間が許すギリギリまで修正を入れていきます。制作進行の竹内さんは時間単位のスケジュール調整に入りました。ボロボロなんで面白いぐらい残ってるんですか。社内で残り多分20カットぐらいが今重いところの作業中って感じなんで、はい、朝6時にはチェックを終えて飛ばし切りたいですね。締め切りまで残り9時間。これはもうやってしまうしかないですか。竹内さんは各アニメーターと相談し、作業が遅れているカットを確認。担当者の手元から回収し、先に手が空きそうな人たちに振り分けていくことになりました。これです。一応坂本さんにも今話し込めたところですけど、はい、コンズ、コンズ、これ金子さん、いや、三宮さんです。平野のシーンなんで、はい、素材をちょっと残り残ってるの、はい、どれでちょっと分けられる、分けられるやつ、これです。金子さんのカットは隣の席の半田さんが手伝います。
まあ、じゃあ一応俺やるっていう感じで。リトルウィッチアカデミアチーム以外のアニメーターにも助っ人依頼。自分のやつもやってる。やってるやつを終わらして。うん。そうです。冷や汗かいてきたんですよ。ヘルコ入ったら終わったらじゃすぐヘルコ入る。間に合う。自分と終わる。4時、4時じゃん。2時には終わらせるじゃん。2時からそっちやる。まさに全員体制のラストスパート。少しでも良いものを届けるための最後の粘り。深夜0時を過ぎ、制作スタッフが外部の会社に依頼した素材の回収へ出発。あ、お疲れ様です。こちらの素材、こちらがあまりと、はい、こちらですね、現場素材になります。あ、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様です。睡眠時間を削っての激務。一体どんな思いで動いているのでしょうか。少しでも早く、そうです、はい、この辺になるとなんか1時間が本当に貴重になってきてますので、目的地までおよそ 4km で16分ぐらいあります。その1時間を作るためにこう制作の皆さんの身を削るわけじゃないですか。そうですね。それについては大丈夫なんですか。いや、まあ好きなんでやってられるって感じじゃないですかね。なんか続いて左方向です。そうですね、まあ、好きなんで。社外のヘルプの甲斐もあってなんとか原画が揃ってきました。一歩ずつ終わりが近づいています。早朝4時半、窓の外は夜明け。パン食べたい。トースト朝だなって感じたい。コンビニじゃダメ。トースト。何もやったの。18枚くらい。いや。そんなゆっくりやってる人もない。あ、姉さん。あざーす。あざーす。社内で分け合ったカットが少しずつ上がってきました。神田さんが受け負った金子さんのカットもどうやら無事に完成したようです。難易度の高いアマンダのダンスのカット、まだまだ作業は残っていますが、まずは一件完了です。